はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、安倍元首相暗殺事件関連の動画になりますね。陰謀論洗脳者をぶっ壊すね。はい、それだけで今回は選挙カーの位置関係弾道をしっかり想定しろよっていうね、そんなお話になります。おじいね、今パピコ5個買ってきたんで、だおじいね、やばいよ、ポカリとコーラ買ってくんの忘れた。喉痛いからコーラシュワーってのが見たいけど、コーラ忘れた。あと熱中症対策のポカリ、あれがないともういつひっくり返るか分かんねえ。ポカリ、ポカリ、動画作ってんだよね。でもよし、いっぱい買ってきたからね。ポテローンね、ポテローンね。はい、ジャガビー、ジャガビー、はい、ポテローンね。はい、そしてね、ハナロングね、よいしょ、はい、ポーテチー、はい、でこれ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 ね、ビックスのこれ、これがね、おじい良かった、相性がいいね。はい、ポーテコーね、はい、これね、フライビーンズ、おじい大好きね、肌がね挟まっちゃうんだけど、はい、グリーン豆、これも外せない、久しぶりに買ってきたね。はい、そしてね、はい、チョコフレーク、大人のチョコチョコね。はい、そしてはい、チョコベイビービッグね。はい、そしてね、キャラメルコーン、はい、そして、大好きなね、カップヌードルカレーね、値上がっちゃって高いけどね、あと安いの塩と醤油ね、いっぱい買ってきた。はあ、これだけあればとりあえず生き延びられる。よいしょ、よいしょね、皆さん応援ありがとうございますね。いっぱい投げ銭いただいてるんですね。お菓子いっぱい買ってきました。わーい、嬉しいな、ね、ということでちょっとね、よいしょ、パピコ、うん、もうね、いろんな人からね、あれこれじゃないか、あれじゃないかで、ね、石垣があるなとかね、いっぱい来るけど、ちゃんと一個ずつ解決するからね、ほんとね。はい、国民としてね、真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。真実への絞り込みは仮説を崩していく商業で行います。だからおじいがいろんなパターンの仮説を立てているので、それをまず妨害で あちこちじゃなくて、その仮説に関してみんなで完成させて崩そうよっていうね。こっちの仮説の時はもう見損なったぜ、もう見ねえぜとかね、どうしちゃったんだとか、焦るかとかじゃなくて、全部のパターンやってるじゃん。だから本当頼むよね。すげえ古ぼっこ食らうけどさ、こんなさ、中卒で字も読めなくて頭が悪いけれどもね、この悪い頭、普通に何も常識も何も知らねえけど一生懸命頑張ってんだよ。現場だけ見て、現場と皆さんのコメントからヒントを得てまとめていろいろ考えてんだよ、これでもね。だから頭の悪い分、おかしなことがあったら誹謗中傷を抜きにして、こうじゃないかあじゃないかって言ってくれれば、そこのとこまた絞り込めるからね。どうしてだろうね。はい、消極的では何も始まない。情報提供せずに文句だけをくずね、このチャンネルにはいりませんね。で、青山議員の告発ね、もう消えた弾丸からね、ワン・ツー・スリーとバンバンバンと新情報をね、出してくれております。青山議員たった一人だけですね、正式、ね、会見
発表何もないけども、この青山議員からね、情報がバン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 出ている。そうでしょ、ね、青山議員はどうのこうのってねいるけども、現実として情報を引っ張り出してくれただけで、文句言うやつは青山議員を超える情報を引っ張り出してから言えよ。何にも情報も持って、ね、手土産も持ってこないし、動画も何にも作ってるのがない。このチャンネルは動画がありませんの、ね、そんな捨てやかでね、文句しか言わねえ卑怯者を本当だ。もうちょっとね、だ言ってる人が、だおじいとかこの人が信憑性がどうのこうのしたって、動画も何も一本もアップしてねえ、捨てやかな人のコメントほど信憑性がないものはないよ、本当。ね。その書き込みの、ね、こうだ、ああだっていう、その信憑性を証明するために、ちゃんと動画で説明しろよ、本当。ご自身の、ここ見て、あそこ見ていいじゃなくて、ね。でここ見てあそこ見てって言ってる人は、そこの内容をね、短い文字で100文字ぐらいで内容を書いてって言ってるの。他のとこ見ねえし、見てる暇ないし、忙しいんだよ本当。うん、うめえな、やっぱ。ああ何日ぶりだろパピコ。うん、ああ元気出るわ本当。あ、これ忘れた、今買い物から戻ってきて、暴力と恐怖で支配する時代は終わる。やっちゃえおっさん、ね、はい。そんなわけで今回の内容は、ここら辺ね、この間この選挙カーを貫通したね、20メーター先にあるこの選挙カーに貫通した、でそんなところまで届くのかとか、90メーター先のパーキングのところにね、めり込んでいたとかね、そこら辺のやつでそんなにっていう、上のヘリコプターからのあれでね、デデデデデンってね、ニュース見てはーって思うかもしれないけど、まあこの動画を見てから言ってくれよ、角度がどうのこうのとかで。おじずっと言ってるけど、その容疑者が撃った時と安倍さんの関係でこっちからこっちからって 3D で考えるとか、あと反対から突進したバーンバーンっていうのがあって、バーンってバーンっていうのがあって、でいろんな角度から見るともろ当たってるでしょっていうね。で斜めからだとそのトリックアートと同じだって言ってんの。トリックアート知らない？おじいですら見に行ったことあるよ、トリックアート。ほんと、うんね、トリックアート知らない？ね、いろんなこう角度を変えると体が大きくなって小人になったりとかね、ガーってこう怪獣に食べられたりとか、穴ぼこがあるようなとかさ、知らない？トリックアート。だ斜めから撮影する、特に望遠とかのね、遠近感とか、こう普通のレーダー社会振動でボケるけども、ボケのようなカメラでね斜め撮りしてて、そこのな斜めからの要はトリックね、トリック角度からの横からだ後ろからだって言ったってそんなのね、理屈でどうのこうのね、数字とかいろんなもんだし言うのがいるけども、まずは現場のものを言うんだよ。とりあえずいろんな角度から見ろよっていつも言ってるじゃんね。それで今回はね、もうあの手この手でいろんな情報を出してるけどもね、それでもいろいろ攻められる。このリモコンがね、どっか行っちゃってね、ほんと困ってるんだよ。ちょっと待ってね。
これか、あ、ミュートになってるね。 OKOKOK、うん、じゃあね、ちょっとね、おじいが散歩、今日もう一生懸命、もう18時でしょ、何時間探し出して加工してこれ作ってると思う、これね。じゃあね、まあどれから言ってもいいんだけど、これね、これの皆さんが見る、まあ銃声音がね2回3回とかって言うけど、ここビル軍団なんで、反響して小玉で聞こえるからね、だから反響、小玉の音って音が変わるから、だから違う種類のものが、このバーンの小玉と一緒になんか2回目のバーンギャーンとかってね、しゃってくるのもあるし、あとカメラの位置によってその音も違うし、ピキューンっていうのもね存在してるし、まあ、あれ加工されたんじゃないかなと思うけど、まあいろいろあるんでね、こういうところでっていう、で安倍さん自体がここにいることがこの動画から分かります。ここのところから、要はここが道路があって、後ろが山上容疑者がこっち側で、で左の観衆、右の観衆、真ん中に道路っていうね、こういう環境でやっていたわけです。ここまでいい？わかる？ね、真正面だって左を見ながら右を見ながらね、こっち側の方にものすごい人がいっぱいいるね、たまっているそういうことです。で後ろはねこっち、こういう関係で今斜めの向こうを見てるわけで、我々がすごい参考に、マキシムさんのやつとかのやつは、 こっち側の中からスマホで撮ってた人のこういうところの人の動画なんだよ。そうでしょ。だからこの正面からこうやって撮ってた動画ではない、斜めからこうやって見てる。でだから容疑者がこの後ろといっても、これこっち側の関係になるんだね、これがね。で山上容疑者が見ると今斜めに向かってるんで、今この段階で真後ろから見ると、こっち側が映ってる段階なんだよね。こっちを向けば真後ろなんだけど、向こう斜めに向いてるんだからね。であっち側に向いてる時にやられて、うんって振り向いて、こっちの時に後ろ向いてんじゃんっていう。だから突進してボーンブーンって動画なんでしょ、あれと一致するんだよこれが。それで、まずはこの位置関係、安倍さんがいた位置関係、ここのところ、それでバキューンって今一発目がこう打って、だからあっち向いてるでしょ。マキシムさんの見てるのは向こうからなんだけど、これは反対側から、右側からの観衆からの斜めなんですね。そうすると左側から来てるんだけど、厳密に言うとこういうあっち向いてる状態だと左になるんだけども、実は左から来てるけども真左からじゃないんだよ。難しい難しい。このカメラがこっちに向こうに向いてると、こっち側の道路が真右になって、後ろが真左になるので、安倍さんの後ろ側っていうのは真左なんで、こっち側にいると真後ろになるんだけど、こうやって撮ってるんで、この斜めにこの道路に対して、だからこれも斜め撮りなんだよ。だから真横からではないね。でここで切れるでしょ、こっち側のやつはね。それで、このそれが起きる前です。 ここのこういう状態の前のやつです。それで、ぐるーっと見るとこの位置関係があるわけで、山上容疑者こっち側から来るのは多分で、逃げてて捕まったのはこっちの方ね。一回ここで取り押さえられるんだけども、こっちの方で倒されてる。 2回ね、あるので逃走があるので、そういう関係になります。それで、これがね、SP が SP だね、 SP1 人と5人、1人は外側を回って、全員で5人この中に入って、カバン持ちが2人いるっていうね。で1人が後ろにこうやってやって、2人目がこうやってやってっていう、それも前回までの動画で、説明している動画になりますこれね。
それで、これね、1,2,3,4,5,6 のこれとこれがカバン持ってるよっていうね、動画になりますし、ここからの切り抜きなんだよね。で、安倍さんの位置関係は、ここの聴衆がこっち側とこっち側の両方にいて、こっち側の聴衆に向かって喋ってる時にバーンっていうのが来てるんで、山上容疑者の位置がだいたいここら辺になるわけです、位置関係に言うとね。それで、この動画で、はい、今度聴衆 で、あの安倍さんがこっち側の聴衆に向かって喋ってて、これね、この後バーンってくるんだけど、こっち側の聴衆もいるんだけども、こっち側の聴衆に向かって喋ってる時に起きてる、わかるよね。ここに道路がこうやってあるわけです。それでこの動画からわかることは、ぐーんとね、はい、ここがあのビル、あの角になります。それでぐーんと振ってね、で、こっち側にオレンジの人がね出てくるんだけどもね、はい、このスターバックスのところのこのオレンジの人が出てきて、もう一人こっち側の方が出てきます。それで、よいしょ、はい、ここにあるんだよ、もう。はい、これで、これをスクショしたんで、それの解説に行きます。だからここの角のところがあって、こっちの聴衆があって、でここにスタバがあって、ここに選挙区がある。だから結構20メーターというとすごい遠くに あると思うんだけど、ここの位置関係にある。これ最後の切れ目のとこなんだけど、その一瞬のこのもうほんと1秒あるかないかの振って、ここで動画終わっちゃうんだけども、違うのに切り替えんだけど、ここのところを見逃さないで拾いました、マジね。それで、この動画は、これは上からなんだけど、ちょっと一時停止がね、ちょっと待って、一時停止がない。これは一時停止がないのか、ちょっと待ってよ、これ。あ、これか。よし。はい。で、これは、この位置関係で、ここのところに銃があるわけです。銃があるわけで、ここで取り押さえられています。ここね。で、安倍さんがここで倒れている。ね。みかん箱から、この赤いみかん箱から降りて、ここのところで倒れている。ね、でここに銃がある、ね、これほっぱらかしたままなんだけど、奈良県警バカだから、これ大事な証拠品、誰もこれ武器なのにこれをまた捉えないようにこうやってやらない、ほったらかしたんだよね、これね、奈良県警バカだから。で、この位置関係で、このところにオレンジさんがいるでしょ、さっきの2人いたオレンジさんのやつがこの時にはこうやっているわけでね、こうスタバのとこに、でこれスタバで、こうにいたのが2人、こうやっていたのがここに2人固まっている、何があったのって感じでその関係になってます、これね、事故なんで。でここのところにこれがあるのをちょっとよく覚えておいてくださいってことで、これちょっとズームできないので動画なんで、でざわざわざわとなって、ここに散弾銃に近づくんだけどね、拾うことなくあっち行っちゃうんだよ、誰も拾う、ここに置きっぱなしって拾わないんだね、これね。現場をそのままにするってことだから、でも危ねえから一回これ確保とかなんとかしねえのかなって思うんだけどね。それで、この動画からこの安倍さんとこの位置関係、これ本当にほぼ、真後ろ、いい、ほぼ真後ろ、こことこことこのオレンジさんがここ、ここがスタバで車がここにあるっていう、この位置関係ね。で捕まった時にここの線があるんだけど、それを今度見るよね、写真なんだけど、これはい、これで、ここのところで、この印のね、これ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 、で、ここのところに銃が置いてあったわけです。
あの今の縦のところ、ここを見てねって言ったので、ここのところで一番最初にボンクラが一番最初に山上容疑者に手をかけたところになります。でここのところで、これはまだかけてるんだけども、これをあの取り押さえて、まだこっちからもバーって来て、これを外してボーンって ここのところに投げ打たれるわけで、これはあの車線がこうやってね、真ん中にこうやってある中の車線よりこっち側に来てます。この真ん中のセンターラインよりも真ん中に足が入ってきてます。ここのところが決めてね、この関係になります。で、これをもとにスクショを撮ったので、皆さんに解説していきます。それで、今の切り取りなんだけども、この位置関係いいよね。で左側の聴衆に向かって、おしゃべりをしていたね。それで、バーンと一発来たね。でこれがもう斜め向いてるけど、位置関係はこれがガードレールがこうなってて、ガードレールから前はこうなんだね。だからこの道路があって、ガードレールがこの道路に対してこう T の字みたいにこうなってるので、この道路がこう来てて、こうに対して安倍さんは斜め向いてるわけです。左側の聴衆の方に。で山上容疑者が安倍さんのもうほぼ真後ろにいたでしょ、捕まってるところが、撃ってるところが。だからこれ斜めから、真後ろの斜めから撃ってるということが分かります。でこれ一発目のこれがね、ボワーってこっちにやってくるところで、で、これはね、この SP が入ってくところのこの位置関係、これね、山上容疑者が ここの今人がいるところのこの後ろの ここら辺からバーンって撃つんだよ。この真ん中のセンターラインの内側まで来てね、2発目は。それで、このさっき言った下場の位置関係と、ここに車がある位置関係ね、これをスクショを取りました。はい、ここまでね、ここまでいいね。今の動画から拾うからね、いいね。それで、この車道の要はね、幅っていうのはだいたい 3.25 メーターとか3メーターとか、まあ、第一種第二種とかいろいろなんだけど、狭いところは 2.5 メーターとかね、があるんだけども、まあ、だいたい車線って幅ってだいたい片側こんぐらいだよねっていう幅があるんだよ。そうすると安倍さんまで、だいたい5メーターぐらいまで近づいたっていうのは、片側の 3.5 プラスガードレールのところから安倍さんのところまでの入れると、まあ、約5メーターぐらいまで近づいたっていうことが割り出せるわけですよ、これがね。それで、先ほど言ったように、ここね、ここのとこのセンター残り 3.5 メーターぐらい、まあ厳密には分からないけど、何級のどれか 3.5 プラスこのいいところで、まあ、約5メーターぐらいまで近づいて、近場でバンって打ったっていうことになります。でほぼここのところが上から見下ろしからくるとほぼ真ん中、真後ろからっていうことになります。で、この位置関係がこれになります。はい、まず山上容疑者の銃が落ちてるのがここで、捕まったのがこの線のところなんで、ここでだと捕まったところでこれをバッと外されてここに置いてあるわけで、でわーって逃げるところでここでと捕まってる、このあとこっち連れてくるところでわーって逃げてこっち側で捕まってるっていうね、そういう時系列の流れになります。で、ここの最後に打ったこのセンターラインの手前のここのところから、この位置関係で真後ろなんです。これが赤いお立ち台です。いい、この赤いお立ち台こうなってる、で道路がこっちで、聴衆がこっちとこっちの位置関係でこっちを向いてたわけです。こっちを向いて振り向いた、わかる、わかる。真後ろにいる
安倍さんがいる。で斜めこっちで、こっち側の聴衆のスターバックス、ここで今横断歩道があってるから、あ、道路がこうなんだけども、こうなんだけど、ここ横断歩道から見るとこうでしょ、今こうだから T だとこうでしょ、こうに対してもここにスタバがあるので聴衆がこうなんだよね。この横断歩道は信号、あの交差点のこういう四角の囲ってるところのこの角のところだから、聴衆はこっち側にいるわけです。だから安倍さんはこう斜めに向いてたわけです。そうでしょ。それでこっち側の聴衆に向かって喋ってる時にバーンって来て、うんちってうんちってこうやって振り向いてバーンってやられたんだから、あの向いてるじゃんっていうね、そういうことだね。その向いてる時がブワンってこのこう斜めに向いてるところにうんって向くんだから、ここのところ45度以上向いてるわけだから、だから当然だからこことここは射程範囲内なんだよ、こことここは。それで、この位置関係をこう長いところで、ちょっとね追ってみるとね、こうこうこうで、今安倍さんがいるのが、倒れてるのがここに倒れてるんです。この横に安倍さんが今ここに倒れている、台から落ちてよろって ここに倒れているんです。あの佐藤議員と守った人はここ一回でこうやっていってここで倒れてるね、あの位置関係としてはここで倒れてるんです。これがお立ち台なんです。でこの関係を線で結んでみます。はい、このように結びました。それで、この位置関係をとりあえずざっくりと見てみると、ここに置いてあるのが銃なので、山上容疑者が2発目発砲したとされる距離です。でこれより 1.5 メーター後ろのここのところで発砲したものが上に行ってる。で距離の調整、高さの調整で、ここまでやってきて、やや低くなってヒットしたっていうね。だからここでこれぐらいかなの距離で撃って他の人にも当たらない、上に通過しちゃったね。でこれぐらいの距離を 1.5 メートル集めて安倍さんだけに当たったということになります。それでこのお立ち台の場所がここで、今いるところがここなんだけれども、でここの丸は何を意味してるかというと、この直線上から考えたときにこの位置関係がこの矢印から見るとこうがまっすぐなんで、選挙カーがこのおばちゃんちがいるこのスターバックスのここのところに佐藤圭の選挙カーがあるので、これからこうこのこうなんで、こうのこうなんで、この交差点のこうから割り出すと、だいたい駐車がこうやっていくとここら辺に置いてあるんで、さっきのスターバックスのところにあったでしょ、その電子バイソンの位置関係だとここら辺になるので、だいたいこの延長上このラインからここにあるねっていう、これなんです。それで今いる安倍さんが倒れている場所ここに倒れてるんだけど、ここの関係から今倒れてる場所のところだとこういう発砲になります。そうするとこういう発砲になるんだけども、当然ながら、近場の距離でこあのわずか何十センチとね、この距離の中に入るぐらい精度が高いっていうのが、あの今までのおじいの仮説の中のお話です。精度がものすごく高いっていう、それでそのまま行くと こっち側の範囲のこの範囲の中に選挙カーがないといけないわけです。ところが安倍さんが立っていたのはこっち側なので、この赤いラインのところで左肩とここに当たっているので、立っていたところの振り向いた時の肩の位置っていうと、だいたいこの赤いところの立ってて振り向いて当たるというと、だいたいこのライン上になるので、弾があのこういう開きの中になるので、だいたいこのお立ち台のこの隅っこのところのここのラインだよねっていうところを当てて、ね、このお立ち台のこのところで振り向いてカンカンなんで、要は振り向いた角に当たってるからここら辺を
ここで立体的に見るとだいたいここら辺かなっていうことで帰ってくる。平面だとこっちかもしれないけども、この角のこうやってきてこことここなんで隅っこなんですこれはね。それで、これがだからこう開いてるけども、ここの範囲が狭い、精度がいいっていうことで、でこのライン上を結ぶとちょうどここに置いてある佐藤圭の選挙カーのところのラインに当たるよねっていうことなんだよ。難しい、難しいあのおじいの頭の中ではこの容疑者のここの2発目に当たった距離関係と 1.5 メーター手前だと上に飛んでいっちゃうっていう、この理論が成立するっていうのとあとここら辺にいて当たらないっていうのと、ここのところで当たった弾ね、弾丸で、ここのライン上で多少のブレはあってもこの後ろにパーキングがあるわけで、でそのパーキングの方向に行くのかっていうね、このライン上から行くとやっぱりパーキングも選挙カーもあるんです。それで議員バッジが飛んでった、マイクが穴が開いた、あれぐらいの威力のものだったら この位置関係なんでパーンって飛んでったね、こっちから見て銀バッジがパーンって飛んでったのこっち側のカメラにこう映ったけども、あの威力だとたったこれぐらいの距離、20メーターってものすごい距離に思うかもしれないけど、下手国とちょっと強めの銀生鉄砲のほらパーンのやつね、あれで十分届く距離だよ普通に。でこれで言いながら、いや筒がくねくねからくねじに比べたら、でも20センチだし警官のパーンだってこれぐらいだったら来るよね、カーってやったって余裕で。だからね、本当皆さんね、いろんな元なんとかですとかね、そう元なんとかですら、その刑が言ったらなんかブロックされたとかなんか文句が散々だったとか、あそれまた拾うけども、だからおじいそんなもの見に行かねえって言ってんだよ、そんな肩書き言ってるのはどうせ最初宣伝から入ってくるしね、エンターテインメントで金儲けでやってんだからね、芸妓じゃねえんだからってね、言ってるじゃんおじいも、そんなもんで騙されるってね。それで、ここのラインの関係っていうのは、やっぱりどう考えても成立するんです。で皆さんは左から打ってるから左からね、安倍さんから言うとその角度ではこうしか当たらないんだとかね、ここは絶対無理なんだとか、あと選挙カーの位置は行かないんだとかね、そういうのを言ってるけども、ちゃんと現場がものを言うんだよ、わかんない？だから肩書きのこんな人がいた、あんな人がいた、四国がどうのこうの陰謀でとかね、スナイパーがどうのこうの溶ける弾丸がとかってね、でまずこの人の動画見てくれって、いろんなところのやつがバン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 来るけども、本当ね、陰謀論のね洗脳舞台になってるんだよ本当ね、ぶっ壊す本当ね。なので、これがこうだから当たらないとか、いろんな計算方式を出せばこれで当たらないとかね、こうこうこうだよこうだって、その見えない理屈っていうのは SF 商法の詐欺商法と同じだってずっと言ってんじゃん。そういうもの、それらしいものの定義とか、これをご覧ください見て、だからこうなんだよっていうのは典型的な詐欺商法だよって言ってるじゃんおじいがずっと。だから現場はものを言う、遺留品も物を言う、ね、だから何度も何度も現場に戻って現場から計算する。そうするとここにあって、ここにお立ち台があって、この関係で佐藤圭の選挙カーがあるんだからね、これ佐藤圭の選挙カー探すとすげえ大変だったよ位置関係探すの。でも数時間頑張って見つけたんだよ本当ね。どうだ、これだったらグーの音も出ないだろう、
あの角度がどうのこうのとか、こっちに当たらねえ、ここには当たらねえとかって言ってんの、 ここのお立ち台でこっちの慣習で斜めでこう向いてるとこにうんって言ったら当たるんだよ、しっかりと。で正教官も外れ玉行くんだよ、本当に、ね、はい。そんなわけでね、とにかく選挙カーの位置関係ね、弾道をしっかり想定しろよ、ね、こういう現場からものを言わないものでへんてこりになり口を持ってきて、これこうであるから、こうであるから、こっち側からこうやって行くから必ずこの方向で行くわけがないとかで、こうなるで、そうだ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 、絶対うち食うでいい、口切れで出ないでねえ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 でバカバカバカと大化けだってこうやって言ってるんだよ。あー疲れた、ほんと今朝下がっちゃう、ほんと。おじいみたいな中卒で勉強したいバカでも現場から考えれば普通に単純には分かることなんだよ。ちょっと調べれば分かることが、なんでそんな分かんないで洗脳されるんだ。だから日本人はバカだバカだバカだ大バカだって言ってるんだよ、普段常日頃から。うち一緒に出て言ってねーなんて言うけど、単純に分かるじゃん本当に。逆算して現場から考えろって言ってるのはそこなんだよ、ね、調べれば調べるほど。あれを見てこれを見て言ってる時だと、あのもう不審の目でしかないよ本当ね。はい、そんなわけでね、でも山上が撃ったものがね、実弾で柳田とか犯行だっていうとフルボッコ食らうんでね、なので四国のね、プーさんがプーさんの命令でね、やったんだっていうね、まあ、そのスナイパーがいて溶ける弾丸でやったんだっていうのもね、当然そっちの方も攻めていきます。仮説としては全部平等にやります。だから最初そっから仮説を立ててやっていたのに、平等にいろんなことをやったのに、やってね、山上八方論のとこにね出た瞬間におじいはフルボッコにされてるんだ本当。そっちに行かせまい行かせまい行かせまいとね、フェアに勝負しろよ、ちゃんと全ての仮説を立てるね。そんな根じゃ弁護士になれないよ本当ね。どっち側の依頼者についてもそっちの立場になってギリギリまで攻めるね、それができないと、ね、はい。そんなわけでね、今回は選挙カーの位置関係ね、弾道をしっかり想定するようなお話でした。今日も2つね、まだ2つあるのに、今日もね2つ来たんで、こっちの動画作んなきゃいけないんで、ちょっと小休止するよ。昨日から今日にかけて重要な内容が詰まった動画を何本か出してるつもりなんでね、じっくりと見直してみてくださいね。熱くなってないよ別にね。はあ、どんだけ疲れてると思う。眠いし、本当。コメント欄荒れてるしね。まあ変な誹謗中傷はみんな知ってるけどもね。でもね、別にこれが絶対こうなんだっておじいはこの法治国家で裁判官ではないので、これが正解だ白だ黒だっていう決める権利はありませんね。で、容疑者は犯人でしょうかってね、山上は犯人でしょうかって質問が来たけど、ちゃんとこれで返してるね、犯人と決めることができるのは裁判官だけですってちゃんと返事を書いてあげてるね。暇があればそうやって答え書いてあげてるけどね。まあ常日頃からね、おじいの動画見てる人だったら理解してもらえると思うんだけどね、誰に聞いても答えることはできないです。裁判官以外は犯人だって決められないからね。だからおじいがどんなにいい話をしていても、この説が正しいんだ、これが犯人なんだって決めることはできない、仮説なんです。で、正式発表があったものが
あ、要は盛りかけとか桜みたいな感じで建前上の真実なのか、また本当の現実なのかね、それは個々の判断ということになれます。はい、いいでしょうかね。心優しい方がいたらね、あの参考になった方がいたらグッドボタンね、暇つぶしになった方はいいねを押しておいていただければありがたいなと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。あー疲れた、ご飯今度ご飯買いに行かないとお腹すいたシチキンでご飯だけだからね、今日まだね、お腹すいたパピコだけだからね、ご飯買ってくる後でね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。